ようさんです。お久しぶりです。はい、本日、この撮影が7月8日なんですけれども、ついにあの田宮優愛選手と水野達樹選手の応援歌が発表されました。ありがとうございます。ついにね、皆さん待ちに待ったこの2選手の応援歌が発表されたというわけなんですけれども、東証会さんの YouTube チャンネルとインスタで発表されました。で、東証会さんに関しましてはね、歌入りって発表するってことがまずないので、皆様もう聞いた方は分かりますよね。太鼓、ドラムとトランペットのメロディーだけになるんですよ。で、あとは歌詞が流れるっていう感じなんですけれども、言うてメロディーだけ新しい曲バッて入れても、じゃあその歌詞どう歌えばいいのっていうのが分かりづらいじゃないですか。だからね、この F の輪でも好評いただいてます、応援歌レクチャー動画というものを出させてもらってるんですけれども、まあ、そこでね、詳しくこう歌うんですよとか、こう手拍子するんですよとかっていうのを出させてもらってるんですけれどもね、まあ、東証会さんが最初から歌入れてこうやってやってくださいって、発表すれば全て済むことなんですけれども、それがないのでですね、僕たちの動画に需要があるわけですね。ありがとうございます。はい、すいません。それは置いときまして、まあいろいろ事情があると思うんですけれども、とりあえずね、田宮選手に関しましては、歌詞の2行目部分がちょっとくせ者かなって最初に聞いた感じ思いました。はい。なのでまだね、東証会さんも次のエスコンでの試合で勝利の二次会で歌い方とかをレクチャーしますっていうことをインスタグラムで言ってたので、まあ、それまでにね、覚えたいっていう方は、今回はね、僕もこれ初めて聞いて今練習してこうお伝えしてるだけなんで、レクチャーとまではいかないので、あらかじめご了承ください。もしかしたら間違えてるかもしれないですけど、はい。まあ、それは一通り、あ、こんな雰囲気の応援歌なんだなというのを頭に入れていただいて、東証会さんのレクチャーに挑むっていうのが、まあ近いかなと。そこでね、初めて聞くよりも、ちょっとここで、メロディー頭に入れてもらって、僕が歌うんで、あ、こういう感じの歌い方なんだなぐらいをインプットしてもらって、二次会のレクチャーに臨んでいただくと、入れやすくなるんじゃないかなと。いうことで、僕もね、まだ全然本当練習しだして不慣れなんですけれども、皆様のために頑張ります。はい、本当ね、ちょっと間違ってたりしたらごめんなさい。これはもうレクチャーじゃないんで、参考になればいいなというところで出しただけなんで、はい、後で、いや、間違えたぞって言われても、ちょっと待って、話聞いてましたってなっちゃうから、よろしくお願いします。まあ無駄話は置いといて、とりあえず早速田宮優愛選手まず歌っていきますね。よろしくお願いします。ユアのこの一打合格に打ち分けろ、思いをその胸に、ユア打ってかっ飛ばせタミヤ、ユアのこの一打合格に打ち分けろ、思いをその胸に、ユア打ってかっ飛ばせタミヤ、ユアのこの一打合格に打ち分けろ、思いをその胸に、ユア打ってかっ飛ばせタミヤ、ユアのこの一打合格に打ち分けろ、思いをその胸に、ユア打ってかっ飛ばせタミヤ。はい、ってことでね、田宮選手の応援歌聞いていただきました。難しいね。合格に打ち分けろが難しいですね。合格に打ち分けろ。むずい。2行目、合格に打ち分けろのところが癖があるんですけれども、まあここをね、聞きまくって慣れるしかないと思うんですよね。で、まあ過去にね、杉谷選手の応援歌とか、まあ、こういう感じのメロディーが入った時に結構間違えてる方多かったんで、ここ注意かなっていうポイントだとは思ってます。はい、ただね、これ僕もね、今聞いたばっかで本当にこれが合ってるのかどうか分かりませんということで、まあ、まずこれ頭に入れていただいて、東証会のレクチャー臨んでみてください。はい、てな感じで次はね、水野選手、水野選手もまたパツパツっと詰まってて、ちょっとね、上下する癖のあるメロディーがね、ここでこう下がるみたいなメロディーが戸惑ったりするんですけど、慣れるまで。ちょっとやっぱね、東証会さんの癖のあるメロディー作る方が中にいるんでしょうね。これもね、
聞きまくって慣れるしかないんじゃないでしょうかね。はい、ということで水野選手行ってみましょう。彼方きらめくへ行こう、たたえしその日まで果てなき夢の旅路遥かに突き進め、かっ飛ばせ水の彼方きらめくへ行こう、たたえしその日まで果てなき夢の旅路遥かに突き進め、かっ飛ばせ水のあなたきらめくへ行こう、たたえしその日まで果てなき夢の旅路遥かに突き進め、かっ飛ばせ水の彼方きらめくへ行こう、たたえしその日まで果てなき夢の旅路遥かに突き進め、かっ飛ばせ水の。はい、いかがだったでしょうか。水野選手の応援歌もこれまたメロディー節回し癖ありますね。これねもう聞きまくって覚えるしかございません。先ほども言いましたようにこれはレクチャーではなくて、僕も聞いたばっかの曲をね歌ってみた、多分こんな感じだろうっていう感じで歌ってみたっていうだけなので、あくまでも参考程度に聞いていただいて次の東照会さんの勝利の二次会の本レクチャーに挑んでください。でね、あ、全然この動画の歌い方大丈夫でしたよって言うんだったらもう、うおー、やっぱり F の1すごいねってなっちゃうからなっちゃいますからね。はい、ありがとうございました。これね、水野選手もそうなんですけど、タミヤ選手と水野選手どっちもそうなんですけど、コールの記載がなかったんで、おそらくカットバセタミヤ、カットバセ水野だとは思うんですけれども、こちらも東照会さんの勝利の二次会レクチャーで実際確かめてみてください。で、その時の様子も後で動画で出すみたいなので、まあそれも参考にしていただいてっていう感じですね。先にどんな歌い方か知りたい、どんな歌い方かあらかじめ知りたいっていう方はちょっとこの動画をあくまでも参考程度に聞いてもらえれば嬉しいです。はい、間違ってたよっていう苦情などは受け付けませんってな感じで、久しぶりの F のは殿下の宝刀お箱の応援歌動画でした。すいません、今回はレクチャーではなくて参考動画という形で出させていただいておりますので、あーこれねそこらへんこれをしてください。はい、ってな感じで、はい、今日はこれまでありがとうございました。じゃあヒーローインタビューです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今日の勝利はね、まあ、全員でもぎ取ったものですし、まあ、何よりファンの皆様の